使ったマジックをします、はい、そしてこんなコップを使います、うん、このコップは黒い板で真ん中で仕切られています、はいはい、なるほどなるほどね、うん、カメラさん見えますか？わかんない。コップの真ん中がね、黒い板で仕切り板がしてあるの。あー、なるほど、はい、うん、はい、コンコンしたね、今コンコンしたでしょ、はい、うん、はい、当然ボールを入れると真ん中で止まります。そうですね、はい、仕切り板があるからね。では今からこのボールを貫通させて下に落としてみせます。おー、はい、筒をかぶせます。はい、はい、行きます。はい、はい、確かに貫通しました。マジでもう間違いなく貫通しています。めっちゃ早い、早い、音も何もしてないよ、うん、では今度はもっと難しいですよ、はい、この下に行ったボールを元に戻します。そんなことできんの？はい、行きます。はい、うん、はい、元に戻ってしまいました。わかりました。これ、こういうタイミングじゃないここはね、小学生だから今、ね、それだったらコシーだって、まあ、これじゃ終わりませんよね。やめるだ怒らないで、怒らない、まあ、落ち着いて落ち着いて、はい、今日は最終回ということなので特別にカバーなしで貫通する瞬間をお見せします。何の笑いだ、カバーなしで。じゃあ、見ていてください。いきます。しおりんりん。おぉ、貫通してしまいました。しおりんのハッピーマジックでした。